お嬢様、ご機嫌うるわしゅう。羊歌劇団の新田でございます。何ですか？この姿でございますか？こちらはですね、来る7月の29日、東京キネマクラブで行われます、題してお嬢様感謝祭。こちらの、ただいま稽古の真っ最中なんでございます。羊歌劇団も結成して6年、さまざまな催しに挑戦してまいりましたが、そこには必ずお嬢様の背中押しがございました。いつもお世話になっているお嬢様に何か感謝の気持ちを形にできないかと考えまして、この度の催しを開催させていただくことになりました。こちらの催しは我々使用人からの感謝でございます。ややこしいことはなく、どなたでも参加いただける催しといたしまして、チケットフリーにてご用意させていただきました。詳しくは当家のご案内をぜひご覧くださいませ。そして催しは、こんな使用人たちからいろいろなことをお送りさせていただくのですが、こういうですね、涼しげな格好でもお楽しみいただけるような、そんな内容で考えております。まあ、こちらの詳しいご説明に関しましては、この後の使用人たちからご紹介させていただくことにいたしましょう。それではお嬢様、我々羊歌劇団総力をもってこの感謝祭に臨みたいと思います。ぜひともお越しくださいませ。以上、椎名でございました。ご機嫌うるわしゅうございます。お嬢様、羊歌劇団の玉木でございます。なぜ私このような服を着ているかと申しますと、こちらはですね、7月29日に行われますお嬢様感謝祭、こちらでですね、ご用意しているタオルと T シャツということでございます。このものをですね、まあ、見て分かる通り気合十分で我々、そちらの本番に挑みたいと思いますので、ぜひぜひ足を運んでみてくださいませ。玉木でございました。お嬢様、ご機嫌麗しゅうございます。ゆりのでございます。今回さまざまな楽しみのある、お嬢様感謝祭でございますが、なんと今まであまりやったことのない楽曲がもしかしたら聴けるかもしれません。そして今までに見たことのない団員の表情、そして懐かしいあの一コマなど、もしかしたら見れるかもしれません。もちろん初めて見る方も、今まで見てくださった方も、どちらも楽しめるように、構成してございますので、ぜひぜひ遊びに来てくださいませ。もしかしたらこういうのもあったり、ああっていうのもあったりするかもしれません。楽しんでくださいませ。ゆりのでございました。ご機嫌うるわしゅうございます。お嬢様、熊川でございます。今我々はお嬢様感謝祭に向けて一生懸命練習を行っているところでございます。日頃のお嬢様に向けての感謝を込めて、お送りできなかった楽曲でございましたり、また披露する機会があまりなかった楽曲なども今回お送りできればと存じます。ぜひぜひ日頃の疲れが吹き飛ばせるように我々も頑張ります。よろしくお願いいたします。いやー、暑いですね、お嬢様。羊歌劇団のいおりでございます。いやー、この暑い2017年の夏をさらに暑くいたしますお嬢様感謝祭が待ってございます。来る7月29日、ここだけの話ですが、もしかするとロストも何かやるかもしれないです。ちらっとそんなことを聞きまして、私もちょっと不安が隠せないんですが、もしご興味ございましたらば、皆さんどなたでも入っていただけますので、ぜひお越しくださいませ。7月29日お待ちしております。お嬢様、ご機嫌うるわしゅうございます。羊歌劇団香川でございます。こちらの格好でございますが、そう、お察しの通りお嬢様感謝祭に向けての VTR でございます。はい、お嬢様、
ぜひですね、こちらのタオルなどお持ちいただいて、楽しい楽しい、催し物、ご一緒いただければと存じます。まあ、お嬢様感謝祭に限らずお屋敷でもこちらをですね、このように肩にかけていただきまして、お過ごしいただきますと温かいかもしれません。ぜひ温まっていきましょう。お互いに盛り上がって感謝祭大成功。ありがとうございました。お嬢様ご機嫌麗しゅうございます。水沢でございます。お嬢様が我々を支えてくださった日々、そして我々がお嬢様にお仕えした日々がこうして一つの形となりました。そうです、羊歌劇団お嬢様感謝祭でございます。ありがとうございます。ただいま稽古の真っ最中でして、このようなスポーツタオルや T シャツもご用意しております。ぜひ会場お越しくださいませ。一緒に楽しんでしまいましょう。えいえいおー、ありがとうございました。